オリラジのくんの永田話なんですけども彼がですね吉本興業の所属を離れておまけにテレビ出演ももう今後しませんというふうなことを言ってですね現在はシンガポールに家族ごと移住していますで、えー、大部分の芸人さんにとって彼の考え方とかやり方っていうのは信じられないしあんまりね賛成できないという人も正直いっぱいいると思うんですけどねでも僕はオリラジの永田君がやってることあんなもんダメだとか信じられないと心の底で思っている芸人さんの方が ちょっと僕は理解できないんですね。なんでかというと、だってね現在の大手の事務所、例えば吉本興業もそれの一つなんですけどもに所属してても芸能事務所に所属しててもですね、才能のある芸人さんにとって今やメリットよりもデメリットの方が多いんですよね。例えば芸人さんがよっしゃ面白いことを思いついた YouTube を配信しようとしてもですね、それはもう事務所主導で事務所のスタッフ使って。 っていう,ふうな、その枠の中に入らなきゃいけないし利益配分もですね、事務所の方にかなり多く取られてしまう。だから思った通りのことができない自分の動画が当たったからといって予算を増やして好きなことができるわけじゃないと。でなんとか頑張ってですね例えばその事務所の力大手事務所の力でバーターなどいろんなのを駆使してですねテレビ番組に出たとしましょうよでもテレビに出ても実は若手の芸人で才能ある人でもですね与えられたキャラを演じて るだけなんですよ。で、そうやって与えられたキャラを演じて、王女芸人をですね、なんかこう面白くしてあげたりですね、テレビ番組を美味しくする仕事しか割り振られないんですよね。エクジットがですね、ワイドナショーとか出てるの見たら、やっぱ僕もそう思ったんですよね。あの金近とかそういうのは、若手芸人で元気があるやつが言いそうなことを、ワイドナショーが盛り上げるために言う役っていうの。 与えられて、その枠の中で発言してるんで、可哀想だな、大手事務所入ったらこんなことになるなと。もっと自由に活動できたら、彼なんか本当はもっと寿命が長いのにな、という風に思っちゃいました、えー。芸人をね、仕事にするっていうのはですね、これまでの芸能事務所のやり方じゃなくて、芸人を自分の立ち位置の一つ。 軸にしてですねいくつの仕事ができるのかというのをですねそっちの考えにシフトしないとですねこのままテレビとか芸能事務所っていうですね民放のキー局とかですね大手芸能事務所っていうタイタニック号ですね立派に見えるけどタイタニック号なんですよそれのですね沈没というかですねそれにね付き合わなきゃいけないというような考えもんだと思いますなのでですねオリラジ中田くんのですねまああの彼はですね芸人を軸として例えばそのユーチューバーとかですね カードゲーム制作とかです、ね、オンラインサロンやるとかです、ね、あと大型トーク番組を自分で作って配信するっていうです、ね、いくつもの仕事をです、ね、次々とこうやっていくとでそれがね一つずつダメかなと思ったらあっという間に全言撤回してです、ね、ひっくり返してやめて別の形に変えていくとあれは1人だからできるんですよ大手事務所に所属してその会議の中で OK をもらったからやれるやり方ではないんですね1人だから動けるやり方です。 最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。